あ、おはよう高坂さん。高坂さん、お花見が待ち遠しくて毎晩眠るぜ。ただの寝不足じゃないみたいだ。小清水先生、少し休憩していいですか？いいよ。ただし3時間過ぎると宿泊になるけど。そういうボケはいいですから。支払いはガラだ。冗談ですよね。あとよろしく。え、行っちゃうんですか？行かないよ。今はまだ。なんでうちの学校ってこういう人が多いんだろう。冗談ですよね。あとよろしく。え、行っちゃうんですか？行かないよ。今はまだ。なんでうちの学校ってこういう人が多いんだろう。ただし3時間過ぎると宿泊になるけど。そういうボケはいいですから。支払いはか。ただの寝不足じゃないみたいだ。小清水先生、少し休憩していいですか？いいよ。あ、おはよう高坂さん。高坂さん、お花見が待ち遠しくて毎晩眠る。